はい、では参ります。クラン対戦リアルタイムアタック、今回はドラゴンですね。ドラゴンとあとはバランス調整情報修正されたイコールの呪文で参ろうと思います。いきます。まずはイエティでここのウィズトをねカットしていきますと。で、そして、お、テスラ、テテ君、やっべ、やっべ、これ伸びねえかもしんねえ。で、こっち食い火に出すんですよ。あ、やばい、すげえ、緊張して、やばい、緊張する。すげえ緊張するんだけど、久しぶりにクラン対戦リアルタイムアタックだから、久しぶりだから、今年初かな、いや、クラン対戦リアルタイムアタック。対空を壊すじゃん。で、ここで、そろそろ回収ですね。回収していきましょう。で、これ逆サイドどう？あんま削れてねえな。まあいいや。で、食い火を出していきます。で、ここの対空砲を追ってって、あらかた削ってったら、ドラゴンパートね、スタートさせていきます。あ、結構こっちにテスラ固めてんのか。結構固めてんな。まあいいや、スケートの呪文セットしておいて、で、削ったタイミング行きましょう。で、これでターゲット取ってあげて、さあ、行きます。バルーンからのドラゴン、ちょっと待って、うまく出せない。で、出せない。よしよし、よし、よし、で、で、こっから、いや、ちょっと待って、伸びが、トーム打ちたいけど、ちょっと待って、ホーミング結構でかい、トーム打ちたい、タウンホールばかり合わせて打ちたい。待って、いや、結構、いや、伸びなさそうだ、これ。どうだ、これ。で、まあ、ここまで、ここら辺まではいいよ。いいよ。で、折ってってもらっていって、さあ、これでどうでしょう。持ちヒーラーちょっと早めに打たされたけど、展開していきながら、で、ここでコントツギカンで落としていくでしょ。どう？ドラゴンどう？伸び？ちょっと伸びきついか、やっぱり。伸びきついか。で、オッケー、そっちの投石残ってんのね。そしたらね、待って、どうしよう。待って、ロイちゃんももう投げておいていいんだけど、いや、どうだ、これ、ドラゴンが思ってたほど伸びてねえな。思ってたほど伸びてない。まあ、とりあえず真ん中あたりぐらいまで削ってってもらえれば何とかなる。で、イエティが、なんかヒーラーがちょっと待って、イエティの方に。待って、いや、ちょっと待って、これはきつい。待って、ヒーラー多い。いや、でもいい。中の、いいべ、そっちを追ってくれればいい。ある。いや、待って、オッケー、これ使用施設壊していけば、オッケー、この戦術、オッケー、いいよ。もうこれで、使用施設は、オッケー、ロイちゃんナイス。で、ロイちゃんホーミング残ってんで、あとは時間か。あとは時間で、行って、行けば、いや、行けるぞ、これ。オッケー、いいぞ、やっぱりそうか。そうだよね、やっぱもう。ねえ、使用施設、オッケー、よし、いけるぞ、これ。抜く時間は？オッケー、30秒、まだ30秒以上あるから、行ったでしょ、これ。来た。待って、94% でしょ？で、これで、6% の、待って、もう、他に、施設とかは多分、おそらく、ないと思うね。これそうだよね。ないよね。ないと思うから、来た。よーし、全開来た。オッケー、やっぱ、この戦術、やっぱ強いんだな、ほんと。よっしゃー。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は珍しく冒頭からクラン対戦リアルタイムアタック、こちらね、動画でお送りしていきました。クラガジャンネのー、ケスキティキキのー、ケースケです。ポン！ということで、いつもとね、ちょっとね、変えた方がね、ちょっと気分転換になるかなっていうふうに思ったのと、あとはですね、今ね、クラクラ世界選手権開催前に毎年ね、行われて、ウォームアップトーナメントっていう、クラクラの、本国公式公認のね、世界選手権というか、ウォーミングアップのね、世界大会が行われているんですけども、まあそこでね、昨年のクラクラ世界選手権で優勝しました日本チームのね、クイーンウォーカーズのメンバー、ガクさんがですね、こちらリコールの呪文を使った、ドラゴン編成で、前回バシバシ取りまくったんですよ。で、リプレイをね、そのね、映像で見てると、あ、なるほど、こういう風に攻めて考えているのかなーっていうようなのが、ちょっと分かってきたんで、なので、ね、ちょっと冒頭でクラン対戦リアルタイムアタック、やったんですよ。なので今回はね、そちらガクさんのね、そちらめちゃくちゃうまい戦会、あとね、ヤッターさんか、日本人プレイヤーのヤッターさんもね、ウォームアップトーナメントそちら編成で前回取られておりましたんで、今回ね、そちらのね、ドラゴン編成、リコールの呪文を使ったドラゴン編成の前回リプレイ、こちらね、お送りしていこうと思います。なので、動画は毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいますので、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間見て公式さんから開発ビルドを借りしての先行プレイ動画とか、あとチャレンジ攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、リコールの呪文を使った新しいドラゴン編成見ていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。
それでね、見ていきましょう。まずは1本目ですね。ガックンのアタック。本当にね、めちゃくちゃうまいっすね、ガックンね。あ、そうです。さっきの自分の冒頭の、リアルタイムアタックとは違うのは、ガックンのね、クイヒーはね、こういうタウンホールがね、外側にあるような配置、クイヒーで落としやすいような配置をクイヒーで取っていってあげて、で、タウンホールを壊した瞬間にすぐ、リコールの呪文で回収していくっていうやり方ですね。これは、リコールの呪文、先日のバランス調整で、ね、強化されました。ヒーラー5体と、クイーンで回収できるようになりました。で、これね、ユニコーンもタウンホールにやられるの折り込み済みです。はい。やられてなかったらこれヒーラー1体で回収できないんで、もうやられるのを折り込み済みで、あのユニコーンやられて、で、タウンホール壊したら、もうすぐリコールの呪文で回収。で、そしたら逆サイド、はい、出してってあげて、こっちのクイーン、方にクイーンヒーを出してあげつつ、で、兵器は、フレームシューターですね、対空砲、持っていきました。で、自分のね、バーバリアンキングとは使い方違うのがね、ここ、うまいさね、投石区画をですね、狙っていきます。こんな風にですね、行ってしまうと、まあ、最初のクイヒーで、まあ、怖い施設を削ってあげる。で、回収。で、逆サイドに出して、またドラゴン天敵になる防衛室たちを削ってってあげる。で、兵器でも、こう、ドラゴンたちの怖い、こう、天敵になる施設たちを削ってってあげる。で、サイドカットしてったら、ドラゴンを入れていきます。で、このドラゴンたちで、中の怖い主要施設たちを削っていきます。で、ドラゴンたちってタウンホール15新レベルとか出てきてはいないんですけど、いないんで、結構ね、すぐ溶けちゃうんですよね、タウンホール15火力高いんで。溶けちゃうんですけれども、やっぱり中の怖い施設を削ったおかげで、削るおかげで、ドラゴンたちもほとんど生き残っていないんですけれども、14以降はね、ヒーローペットがもうめちゃくちゃ強いんで、なので、あとはヒーローで取っていけるよね、みたいな、そんな攻め方になっているんじゃないかなって、個人的に分析したんで。はい、今回で、ね、動画にして解説しております。はい、やっぱりそうですね、ドラゴンとかもインフィアドラゴンとかももうほとんど中の方いないですよね。いないんですけれども、こう外周流してるクイヒーとかも生き残ってるし、で、後から出したロイヤルチャンピオンも生き残ってるんですよ。なので、あとはもう怖い施設1個ぐらいだったら、クイヒーとロイヤルチャンピオンの能力だけで刈り取っていけるよね、みたいな、そんな攻め方かなって、個人的に解釈して、まあ他にも動画いろいろ見て、勉強して、今回ね、クロノダイスリアルタイムアタックやりました。はい、こんな風にね、前回取れてしまうんですよね。終盤ドラゴン生き残っていなくても。はい。なのでね、15前回難易度上がって、ちょっとね、泣いてるなーっていう方でね、ちょっとね、練習してみる価値めちゃくちゃあると思います。はい。なのでね、はい、ガックンナイスですね。ちょっともう一本ね、ガックンのアタックありますんで、見ていきましょうかね。ほんとうまかったですね。このガックンのね、ルート作りうまかった。俺のね、さっきのリアルタイムアタックとは、もう比べ物になんない。はい、見ていきましょう。これも、そうですね。タウンホールが外側にあるんで、もうクイヒーでタウン区画をね、タウンをね、狙っていきますと。はい、クイヒーパート。まず、最初ですね。クイヒーパートで、主要施設1個削ってってあげます。で、回収していきます。さあ、ここから見ていきますよ。ストライカー出していきます。バーバリアンキングで処理していきます。クイヒーとね、ストライカーで処理していきます。で、サイドカットもうまいですね。俺のサイドカットとはもう比べ物にならない。世界レベルのサイドカットです。で、逆サイドは、はい、フレームシューターですね。で、ドラゴンの天敵になる、主要施設を削ってってあげる。で、こういう風にね、カットしてってあげて、まあ、サイドカットみたいな感じですよね。で、ドラゴンたちのルートを作ってってあげるっていう流れですね。はい、どんどん削ってってあげます。で、これどんどんね、もう怖い施設たちをね、どんどん削っていきます。で、そしてドラゴンたちのルートが作れてきたなっていう感じでドラゴンを入れていくっていう流れですね。ババキンとかは今回どこに出すんだ？あ、さあ、はいはい。今ね、タウンホール叩いてますよね、クイーンが。で、はい、タウンホールケアしました。フレームシューター、今、対空砲、削っていきましたと。どんどんやっていってますよね。で、さあ、バーバリアンキングで今回イーグルホーク角ですね。狙っていってあげます。はい、ここにババキン入れて。で、クイーンは6時に出してって、これ、上方向に流していく流れになりますかね。さあ、入れていきますね。で、ここ入れると、多分ね、マルチインフィのタワー区画に入っていくかな。いくと思います。で、走行しているうちに十字面からドラゴンを出してってあげて、こっからね、はい、タウンホール区画と、そして9時の対空砲を壊してるんで、まあ、ドラゴン天敵をなくしてあげて、で、ドラゴンをね、入れてあげることによって、ドラゴンを伸ばしてってあげて、中の主要施設、小林施設たちを削っていくっていう流れになります。で、これで中、くり抜いていきましたよね。で、そうこうしているうちに、あとはもう残っている怖い施設が30区画、1区画ぐらいになるんで、あとはそこら辺ですね、そこら辺のケアをしていけばいいっていう、狙いだと
と思います。さあどうだこれ、ど、はいはい、やっぱドラゴンがね本当すぐ死ぬんですよ。タムホール15の火力のヤバさわかりますこれ。あれじゃ聞いたドラゴンマジですぐ消えるんですよ。自分の冒頭のリアルタイムアタックも見てわかりましたね。ほんとめちゃくちゃ俺ねやってて伸びなさすぎてびっくりしましたもん。でこれね、さすがにちょっときつそうだなーって思ってたんですよね。自分もね、当時リアルタイムで見てたかな。これきついんじゃねえかなーって思ってたんですけど、ただ呪文がまだフリーズ2の、ロイヤルチャンピオンがね、呪文ま、能力残ってるんですよね。なので、これで能力解放してってあげて、ダメージ与えていきつつ、さあ、さらにフリーズも余っていったんで、こういう風に刈り取っていくっていう、そういう攻め方になっています。これでなんか、自分の言いたいこと伝わりましたからね。質問がありましたら、コメントで、よろしければ、お願いいたします。こういう考え方に、なるんですよね。まあ、ひょっとしたら、学君的にはもっとドラゴン全然余裕で伸びて、余裕で全開取れてたっていうプランニングになるかもしれないですけど、あ、いいですね。学君の可愛い笑顔ですね。いい笑顔。見れております。で、ラストに、ヤッターさんのアタック見ていきましょう。さあ、ヤッターさんもね、さっき学君はね、ドラゴン、インドラか。でやってたんですが、今回ヤッターさんはドラドライダー編成ですね。はい。これもそうですね。クイヒーパートでターン角狙えますし、あとなんだって対空砲も折れて、ドラゴンの天敵、へし折っていけますよね。うん。ドラゴンの天敵たちをね、へし折っていくことができます。あとね、ここのね、フリーズのポイント、ターン裏にね、インビジブルの呪文がありますんで、ここのタイミングとかも完璧です。はい。フリーズ打って、で、解除しきったって、で、インビジタワーが発動するぐらいの瞬間に壊しきる。このタイミング。バッチですね。バッチしすぎてびっくりしましたもん。ジャストタイミングすぎた。で、そして、で、こっから逆サイドですね。クイヒー出していきながら、まあ、四字目にドラゴンたちを出していくっていう流れになっていきます。で、反対サイドにロックボマー流していってあげて、で、左側のマルチインフェクライまで狙っていくんですかね。っていう狙いだったんですよ。ただ、さっきも言ったんですけど、15の火力やばすぎて、ドラゴンめちゃくちゃ早い段階でいなくなります。びっくりしました。え？あれだけいたドラゴンもう途中でこんないなくなっちゃってんの？っていうぐらい、ほんとね、いなくなってんですよ。はい、ここがね、ドラゴンたち、まあ分散していきますよね。で、俺もうめちゃくちゃ余裕の全開できるだろうなと思ってて、見たらね、はい、ドラゴンたち、いなくなっちゃったですよ。で、さすがにこれ全開きつそうだなーって、無理じゃねえかなって思う。だってまだ、クロスとかイーグルとか投石とかアチャクインフェとかまだ残ってるんですよ。で、ドラゴンたちいなくなってんじゃないですか。こっからね、全開伸びていくんですよ。びっくりしてますよ。だからやっぱりどんだけ、タウンホールとモノリスがめちゃくちゃ強い施設かっていうのがわかると思います。なのでそうですね、タウンホールとモノリス今なくなったんで、あと呪文タワーがなくなったんで、実質タウンホール14みたいなもんか。なんで、はい、タウンホール14環境みたいな形になったので、こっからヒーローたちが伸びていくよねっていうことなので、なので今回のね、おさらいとしては、最初のリコールの呪文を使ったクイヒーパートで使用施設、もう3つ4つぐらいね、できれば壊してってあげて、で、ドラゴンたちで中のね、怖い施設たちを削っていくと。で、そうすると、ドラゴンたち途中でいなくなっても、使用施設たちがね、もう残り1、2個になってるんで、最後生き残ったヒーローたちね、はい、こんな風に刈り取っていけるっていう、そういう攻め方になるんじゃないかなっていう風には、思いました。いや、ハマればもっと余裕で全然、全開できると思います。ただ、これ、もうめちゃくちゃ練られた配置に攻めてますんで、皆さん。はい。っていうのでね、皆さんよろしければ、試してみてください。まずは、イエティでここのウィズトをね、カットしていきますと。で、出して、お、テスラ出てくん、やっべ、これ伸びねえかもしんねえ。で、こっち食い火出すんですよ。あ、やばい、すげえ、緊張して、やばい、緊張する。すっげえ緊張するんだけど。久しぶりにクラン対戦リアルタイムアタックだから。久しぶりだから、今年初かな、クラン対戦リアルタイムアタック。対空を壊すじゃん。で、ここで、そろそろ回収ですね。回収していきましょう。で、これ逆サイドどう？あんま削れてねえな。まあ、いいや、で、クイヒーを出していきます。で、ここの対空砲を追ってって、あらかた削ってったら、ドラゴンパートね、スタートさせていきます。あ、結構こっちにテスラ固めてんのか。結構固めてんな。まあ、いや、スケートの呪文セットしておいて、
で削ったタイミングいきましょう。でこれでターゲット取ってあげて、さあ行きます。バルーンからのドラゴン、ちょっと待って、うまく出せない。で出せない、出せない。よし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 。でこっから、いやちょっと待って、伸びがちょ、やっぱトーム打ちたいけど、ちょっと待って、ホーミング結構でかい、トーム打ちたい、かあ、タウンホールばかり合わせて打ちたい。待って、いや結構、いや伸びなさそうだこれ、どうだこれ。でまあまあ、ここまで、ここら辺まではいいよ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 。で折ってってもらっていって、さあこれでどうでしょう。持ちヒーラーちょっと早めに打たされたけど、展開していきながら、でここでコント継ぎ金落としていくでしょ。どうドラゴン、どう伸び、ちょっと伸びきついか、やっぱり伸びきついか。でオッケー、そっちの投石残ってんのね。そしたらね、待ってどうしよう。待って、ロイちゃんももう投げておいていいんだけど、いやどうだこれ、ドラゴンが思ってたほど伸びてねえな、思ってたほど伸びてない。まあ、とりあえず真ん中の、真ん中あたりぐらいまで削ってってもらえれば何とかなる。で、イエティが、なんかヒーラーが、ちょっと待って、イエティの方に。待って、いや、ちょっと待って、これはきつい。待って、ヒーラー多い。いや、でもいい。中の、イーベ、そっちを追ってくれればいい。ある。いや、待って、オッケー、これ使用施設壊していけば、オッケー、オッケー、この戦術、オッケー、いいよ、いいよ。もうこれで、使用施設は、オッケー、ロイちゃんナイス。で、ロイちゃんホーミング残ってんで、あとは時間か。あとは時間で、行って、行けば、いや、行けるぞ、これ。オッケー、いいぞ、やっぱり、そうか。そうだよね、やっぱもう。ねえ、使用施設。オッケー、よし。行けるぞ、これ。抜く時間は？オッケー、30秒、まだ30秒以上あるから。行ったでしょ、これ。来た。え、待って、94% でしょ？で、これで、6% の、待って、もう、他に、施設とかは多分、おそらく、ないと思うね。これそうだよね。ないよね。ないと思うから、来た。よーし、全開来た。オッケー、やっぱ、この戦術、やっぱ強いんだな、ほんと。よっしゃー。はい、ということで、今回はね、リコールの呪文を使ったね、ドラゴン編成単砲15の、前回リプレイですね。そちらね、動画にしていきました。そうですね、やっぱり、多分今年の、春か6月には、ドラゴン新レベルとかやってくると思いますので、ますますね、この編成、強くなるんじゃないかなって思っておりますんで、まあ、リコール呪文も、まあ、使われ始めて、で、弱体とかも多分ね、全然来ないと思いますんで、こちらの編成ね、刺さる配置には絶対刺さって強いと思いますんで、今からね、練習してみる価値がありますので、15の皆さん、やってみては、いかがでしょうか。はい、ということでね、こういうふうにかかる動画、毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいますと、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。あと、友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。